ハロー YouTube、どうもマサルです。日本時間の10月10日早朝に海外で発表されたばかりの Google の新型スマートフォン Pixel 3ですが、そこから数時間後に国内版の Pixel 3のスペックや価格も発表されました。そこで今回は実際に国内で販売される Pixel 3と Pixel 3XL それぞれのスペックや価格についてご紹介したいと思います。まずスペックは今画面に表示している通りになります。モデルとしては大きく分けて Pixel 3と Pixel 3XL の2つではあるんですが、ラインナップとしては ROM 容量の違うモデルがそれぞれ2つずつ用意され、合計4つのラインナップとなります。スペックについては全てのモデルで Snapdragon 845 CPU に搭載し、RAM 容量としては 4GB となります。ROM についてはそれぞれ 64GB と 128GB のモデルが用意されます。ディスプレイサイズについては Pixel 3の方が5.5 インチ、解像度は 2160×1080 ドット、Pixel 3XL の方は 6.3 インチで 2960×1440 ドット、両方ともディスプレイは有機 EL ディスプレイとなります。カメラは背面のアウトカメラが1200万画素、前面のインカメラは800万画素のデュアルレンズカメラ、レンズの構成としては標準レンズと広角レンズとなります。バッテリー容量は Pixel 3が2915mAh、 Pixel 3XL は 3430mAh、 OS は Android 9となります。そして日本での販売価格ですが、まず Pixel 3の ROM が 64GB のモデル、こちらは 95,000円、 128GB モデルは 107,000円、一方の Pixel 3XL の価格は ROM が 64GB のモデルが 119,000円、 128GB のモデルが13万1000円となります。中華メーカーのスマホではありませんので、妥当な価格かと思います。その他のスペックとしては、両方とも IP68 の防塵防水に対応しており、Wi-Fi は 802.11ac に対応、Bluetooth は 5.0、指紋センサー、それから電子決済として Google Pay やお財布携帯にも対応しています。その他、他のスマートフォンにはあまりない特徴として、Google 独自のセキュリティチップであるタイタン M を内蔵しているとのことです。具体的にこのチップを搭載することで、どれほどセキュリティが厳重になるかはわかりませんが、搭載してない他の Android 端末よりは安心してスマホが使えるのではないかと思います。なお、Google からは国内向けの Pixel 3の予約開始日や発売日についても発表されています。まず予約開始は10月10日から、発売は11月1日からとなります。この Pixel 3の発売は Google の公式オンラインショップからも発売されますが、それ以外にドコモ、そしてソフトバンクからも発売されます。かなり高額なモデルとなりますので、分割で購入することができるドコモやソフトバンクから発売されるというのは、購入を希望されている方にとっては助かるのではないかと思います。Samsung の Galaxy Note 9のようにタッチペンが使えるというような特徴的な機能はないものの、毎年 Google の Pixel 3は海外でも高い評価を得ていましたので、秋冬モデルのスマートフォンの中に欲しいモデルがないのならば、今回 Google から発表された Pixel 3あたりを購入してみるというのもいいかと思います。ということで、今回は Google の最新スマートフォン Pixel 3のスペックや国内での販売価格などについてご紹介しました。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。